考えているのであればですね、もし仮にそうであれば全く不十分ではないかなという、いやこれは我々がというよりも国民の皆さんが物価高騰で実質賃金も下がってきた、消費も減退している中でガス代電気代の対応をすれば何か消費が良くなって、経済が良くなると思っているとしたら、それは今の自民党あるいは政府の経済政策が間違っているということじゃないですか。はい、関連で今回の選挙ので示された民意というのはまさに自公政権にノーということだと思うんですけれども、ということはやはり重ねておっしゃっているように連立政権、自公連立政権にはないという理解でよろしいでしょうか。ありません。今日はなんか某民放の朝の、ワイドショーなんかでコメンテーターの方が私が何かこう入閣したいポストが欲しいなどとなんかコメントされてたやに聞いたんですが、全くありませんので、それは取材してから言っていただきたいし、そういうことを公共の電波で取材もなく留守するのはやめていただきたい。私たちが欲しいのはポストではなくて選挙で約束した手取りを増やす、国民のところを潤す経済政策の実現が欲しいんですよ。そのためにやるべきことは全てやりたいと思ってますし、野党の議席が増えたなんて国民からしたら関係ないんですよ。その暮らしをどうしてくれるか、そのことを政策としてちゃんと実現してくれるかが一番私は国民の関心事であって、そのポストがどうだ、政権の動きがどうなっては多くの国民にとって関係ないですよ。そういうこと自体ずれてるんじゃないですか。だからとにかく政策実現に全力を傾けますので、連立することはありません。政策実現のために政府側と政権側と交渉するというのは、場合によってはその主張する政策を協力してもらえるのであれば協力するということで、それは部分連合という形なんでしょうか。今松井さんがおっしゃっている部分連合ってどういう定義なんですかね。かつて政治学の中で部分連合とかパーシャル連合っていうのは1970年代に確か使われたんですけど、それは一体何を意味するのかがわからないんですよ。だから定義のわからないことに、ね、ちょっとなかなかお答えしにくい。でただこれあえてちょっと大きな話をすると、その国民民主党がこれ政権に協力するとかその連立とかって話が出ますけど、多分ね、ちょっとそれを超えたことが今起きていて、そのいわゆるハンガーパーラメントっていうのは、まあ、欧米なんかでありますけど、そのどこも過半数を取らなくて時に意思決定をどうしていくのかっていう新たなルールが実はなかったが今必要とされてるんだと思うんです。で今までは自民党公明党で圧倒的に過半数を占めてましたから、自民党公明党の部会に行ってある種このインナーの会議で了承さえ取ればそれが国会に出てきて確実に過半数で取るという、まあ、そういうルールだったんです。これは1955年のいわゆる55年体制の後にしばらくして形成された一つの慣習ルールなんですけど、それが崩れた時にどうやってものを決めていくのか、でそれはもちろんその自公以外の意見も聞かないと過半数取れないわけですから、それをまあその政権に取り込むってのも一つあるし、我々野党としてはですね、野党も変わらなければいけないなと思うのは、じゃあその過半数割ってるから全部反対して止めてやれっていうことでは国が回らなくなるので、より大きな観点から野党もある種この国会運営の責任をより大きく持つという、これ責任が野党にも課せられた選挙結果だと思ってるんです。で私たち国民民主党はくしくも対決より解決ということを思い出したように言ったんじゃなくて、決闘以来言い続けて、その対決より解決という姿勢に617万人の人を入れてくれたっていうことの意味は、対決型の国会じゃなくてコンセンサスをきちんと作れるデモクラシーにしてくれっていう私はメッセージだと。であれば自民党公明党は足りないんであれば我々野党側の意見も丁寧に聞くこと、そして野党側もただただ反対するんじゃなくて日本のために、国民のために、国益のために必要だったら協力するというですね、新しい与野党の政治文化をここで作らなきゃダメなんですよ。でそういうその新しい意思決定の仕組み を作り出せるかどうか、それが今問われているということだと思うので、まあ、我々が政権に入るとか、大臣が欲しいのか欲しくないのかということを超えたですね、
日本の政治史的に極めて大事な局面を迎えているんじゃないかなと思っているので、我々は野党ではありますし、小さな政党ではありますけれども、その責任は果たしていきたいと、日本のために国民のために判断していきたいと思っています。はい、最後に確認ですけれども、その新たな従来型のですね、もう一つの選択肢として考えられていた、ポストは送り込まない、閣僚ポストとしては参加しないけれども、政策協定を結んで、閣外協力をするという形も取らないという理解でよろしいでしょうか。はい、その閣外協力がどういうことなのかというのを定義によりますが、政策ごとに、いいものには協力するし、ダメなものにはダメと言っていく。これは別に自民党公明党に対してだけではなくて、他の野党に対してもその協力できるところは協力しますし、でもダメなものはダメということをですね、貫いていきたいと思います。はい、どうぞご紹介します。すみません、毎日プレゼントと申します。ちょっと先ほどのお話とかぶるんですけれども、はい、主犯指名選挙において、どういった名前、誰の名前を書くのかということがおそらく注目されると思うんですが、その際に自民なのか、もしくは野党の立憲民主党さんなのかわからないんですが、何かしらの政策等に応じられるような、この人の名前を書いてほしいみたいなのが多党形になった場合に、協議に応じる準備があるのかということと、国民民主党として求める政策みたいなものがあれば教えてください。はい、主犯指名選挙が、まだいつになるのかちょっとよくわかりませんけれども、来月の、前半には当然行わなければいけない憲法上の規定だと思いますから、その際にですね、もう書くのは玉木雄一郎です。28人の仲間、それこそ賛同いただける方がいれば他にもですね、書いていただきたいなと思いますが、玉木雄一郎と書きます。で、決選投票はどうするんだっていうさら問いがあると思うんですが、玉木雄一郎と書きます。で、いろいろな働きかけをですね、もし書いてほしいという話があれば、それはコミュニケーションは取っていきたいと思いますけれども、ただ今の時点で何か、じゃあ、これがあるからこうだみたいな話はないので、玉木雄一郎と1回目も2回目も書こうというのが今の我々の方針です。すみません、確認なんですけれども、現時点では1回目も2回目も玉木雄一郎と書くということなんですけど、ただそういう話がないので、1回目も2回目も玉木雄一郎です。よろしいですか。はい、大塚さん、横に回してください。通信の大塚です。はい、今の主犯指名選挙の部分なんですが、はい、昨日のテレビ番組では、基本的には玉木雄一郎と書くと言いつつも、交渉次第では2回目はどうなるかと、その支援者が納得するような提案があればというのを話してましたが、夜の段階からその今朝の段階までに、全くそういう話がないので、もう最終的な、考えとしてもう他の政党の代表の名前を書くということはないと決めたということです。いや、まだその、党内にも図ってませんから、党内の意見を聞いて最終的に決めていくことになろうかと思いますが、今はそういう具体的な話がおっしゃる通りないので、今聞かれれば1回目も2回目も玉木雄一郎ということ以外にありません。じゃあ、今後、2回目の決選投票の対応は、交渉次第というふうに受け止めていいですか。交渉次第というか玉木雄一郎ですね。それから政策実現を求めていくということですけれども、はい、今後、補正予算も組まれるんでしょう。ちなみには本予算ですね、この審議もあるんですが、はい、この国民民主党の政策が、支援者が納得する形で十分に取り入れられるなら、賛成も十分に検討できるということです。先ほど申し上げた通り、いたずらに対立する気はありません。国民生活にプラスになることは我々も求めていくし、で、協力してくれるんだったら協力します。で、協力してくれないんだったら協力しないということしかないと思うんですよね。我々もやっぱり今回本当に600万を超える人にお支えいただいた、そこは重いので、そういった方々はじゃあ何で入れたかというと、もちろん政治と金の問題とかあったにせよ、我々をあえて選んだ人たちは
やっぱり手取りを増やす経済政策をやってもらいたいということなんで、そこに対してですね、やっぱりしっかりとやってほしい。特に例えば消費税の減税っていうのは他の政党も言ってましたから、他の野党も。だから消費税の減税だったら多分他入れてる人もいるかもしれませんが、所得税の控除を拡大しようっていうのは他の野党とか、与党も含めて言ってないので、そこに期待していただいて我々に入れてくれたということはですね、やっぱそこはまず実現に向けて最優先で取り組むべき、いわゆる103万の壁の引き上げですね、控除額の拡大っていうのは我々が主張しないと誰もこの国会で主張しない政策なので、やっぱそこは頑張りたいと思いますね。あとですね、昨日自民党のですね、小泉進次郎選対委員長は選挙の結果責任を取って辞められました、はい、一方で石破総裁ですとか森山幹事長は続投の意向を示しています。さらに昨日のテレビでは選挙を出て一応比較第一党になったのでその民意を尊重すべきだという話がありましたが、別の機会でおっしゃったように、まさにこの政治と金の問題や経済政策について自公政権の結果が出たんだと思いますが、それでもこの今まだ続投の意思を証明している石破総裁ですね、この自公自民党と交渉をするというお考えなんですか。石破さんが変わるかどうかっていうのは、党内の問題ですよね、まずね。で、仮に変わったとしてもこれは少数与党として変わらないということなので、この少数与党でやっていけというのが民意ですよね。で、その少数与党のトップを誰にするかは、これは優れて自民党内の問題であって、この選挙を経て石破さんを変えて少数与党のトップに誰を持っていくのかっていうのは、自民党内でご議論いただく話なんではないかなと思います。で、その意味ではいわゆる石破おろしというようなことがこれから起きてくるのか起きないのか、それを注意深く見守りたい。おっしゃる通り、その殺されるかもしれない人と交渉して大丈夫なんですかっていうご心配だと思うんですけど、現に今は与党は自公ですし、そのトップが石破さんである以上ですね、石破執行部と仮に交渉するとすればせざるを得ませんし、そこは公党として仮にですよ、石破さんが変わるとしてもぜひ維持してもらいたいなと思います。ただ他党の中の話については我々から言及することは避けたいと思います。はい、よろしいですか。じゃあ一番後ろ行きます。朝日新聞の佐々木です、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと重ねてて恐縮なんですが、はい、103万の壁、はい、この枠が引き上げられるならばですね、主犯指名で、自民党の石破さんの名前を書くことの可能性を排除しないというふうな理解でよろしいでしょうか。少なくとも現時点で繰り返しになりますけど、要請も自民党からも立憲民主党からもありませんので、玉木雄一郎と各選択肢しか今はないです。はい、103万の壁をですね、相手その、自民党なり与党に飲ましていく際にですね、今後、そのハードルとなることっていうのはどういうことだというふうに考えられますでしょうか。自民党税調なんですかね、分かりません。そこはでも中の話なんで、だから先ほど言ったように今までとまず前提が大きく異なっているっていう、その意識とか認識を変えていただかないと、過半数割ってるっていうことをね、ぜひ与党の皆さんにはご理解いただきたいと思いますし、で我々も無理を言うつもりはありません。極めてリーズナブルで、今の経済状況、国民の生活の現実、それを踏まえたときに必要な政策を訴えてきたつもりですし、それに賛同を得たという、その民意の重みはですね、しっかりと受け止めていただきたいなと思いますね。最後、その国民民主が主張する政策を、与党側に飲ませていくにあたってですね、協力することも否定しないということで、その場合によってはですね、与党に協力しているというふうな見られるリスクっていうのもあると思うんですけども、この辺その、国民民主党の今、田上さんが考えているポジションをしっかりこう、貫いてですね、それを、有権者、国民の方に分かっていただくためにはどういう対応が必要だというふうに考えられますでしょうか。
まずメディアの皆さんに正確に報道いただくことですよね。あのすり寄ったりとかそういうこと気は全くないので、ポストも全く欲しくないので、とにかく選挙で訴えて期待いただいた国民の皆さんの手取りを増やす経済政策の実現に全力で取り組んで、そのためにはもちろん交渉だから、そのこっちも取るんだったらこっちも何かをやる、まあ、要はギブアンドテイクですからね、交渉ですから、単に取るだけじゃダメなんで、そういう意味ではね、まあ、これから厳しい交渉になってくると思いますけど、もうそこはもうつかさつかさに任すので、我々私が今ここまでがこうですよというと交渉担当者は縛りますからね、まあ、そこは大きな方針として、もうとにかく手取りを増やす経済政策を多くの有権者の皆さんにご支持をいただいたんで、それを一つでも二つでも実現できるように全力で頑張る、まあ、今言えるのはそこまでです、ね、はい。はい、じゃあカメラの真ん中の方、中央。フリーの記者の横田ですけども、今の主犯指名での投票行動の発言はですね、自民党を利するアシストしている下手くそな交渉術だと思うんですが、なんで今主犯指名カードで野田さんに投票する権利を有しているにもかかわらず、自民党と交渉して、103万円の壁とかガソリン減税を飲ませる交渉をしないんですか。下手くそとしか言いようがないんじゃないですか。フリーハンドで自民党と交渉してそれを飲ませたら、石破さんと書く、あるいは、野田さんとは少なくとも書かないという言質を引き出すのが今代表のやるべきことじゃないんですか。それが政策実現性を一番高める方法だと思うんですが、なんでそういう行動を取らないんですか。下手くそだというご批判はご意見として受け止まりたいと思います。このままだと玉木雄一郎と指名選挙の決選投票で書いたら、結果的に自民党、石破政権を延命させることになると。それは選挙中に訴えた自公過半数割れを目指すと。でしかもその不信任案提出も立民共産、維新と一緒に出したというのと全く矛盾する国民魂の行動だと言わざるを得ないと思うんですが、そういう認識はないんですか。自公過半数割れしてますよね。総選挙中に自公過半数割れを目指すと、それで政策実現するとおっしゃってきたわけですから、なんで それなのに石破政権延命に手を貸すんですか。初犯指名で玉木雄一郎って書くということはそういうことでしょう。延命に手を貸している意識はありませんし、選挙で訴えた通りの結果になっていると思います。いや、野田さんに書かと主犯指名で書かないと政権交代、野田政権誕生しないじゃないですか。他の野党にも言ってください。で実際まだそういう、じゃ野田さんに書いてくださいとかですね、そういう話は受けておりませんので、今そういう段階で何か言える段階にはありませんから、我々としては、玉木雄一郎と各選択肢以外はありませんね。なんで交渉しないんですか、自民党と。いや、交渉しないんですか。自公と野田さんと党首会談でその辺詰めればいいじゃないですか。どっちが政策実現性高いのか両方比較して選択すればいいじゃないですか。なんで最初から野田政権排除してるんですか。隠れ自民党と言われてもしょうがないんじゃないですか。いつも貴重なご意見、横田さんありがとうございます。それは立憲民主党に対して言ってください。我々は国民民主党です。いや、だから政策実現のために103万円の壁とガソリン減税で野田さんと交渉して飲ませればすぐに実現するんじゃないですか。そっちの方が実現可能性高いんじゃないですか。そういう考え方なんで取らないのか不思議でしょうがないと思うんですが、まあ、横田さんの意見ですね。はい、ご意見としてはちゃんと承ります。はい、他いかがですか。はい、じゃあ